皆さんこんにちは。今回のマインクラフトはうんこが最強アイテムです。あー、what the fuck? あ、全く意味わかんないけどやっていきましょう皆さん。さて今回のワールドは何になるんでしょう。普通のワールドだ。え、でもうんこは最強アイテムになるって どういうこと全くわかんねえんだけど。あ、もちろん今回もね、最強アイテムってことでエンダードラゴン倒せるのがやっていきたいと思います。毎回言うんですけど、もちろんサバイバルで一番大事なものは木なので、木を結構集めてからちょっと最強アイテム考えていきましょうか。は、僕な、土掘ってねえよ。僕待って、まさかうんこってことは僕のケツから出てくるってこと。いや、どこが最強アイテムなのこれ。腐った肉じゃん。え、待って、こうやってシフトしていったら、おっ、うんことしていろいろ出てくんのか。皆さん、汚い言葉使ってすいません。もうどんどん、これ、もうダイヤ2つ持ってるよ、僕。もうどん、見てこれ、これでもう。さて、今思った、オーマイゴール、待って。思った以上に最強なんだけど。もうダイヤ装備でしょ。もういらないものが多すぎる気がするんだけど。まあ皆さん、もちろんこのようなね、最強アイテムでエンダードラゴンを倒そうとするシリーズ、もちろん面白かったらチャンネル登録、あと高評価もね、よろしくお願いします。今回の攻略目標は3000、5000でいってみましょう。よろしく。早速洞窟発見したんですけど、これは大きい洞窟かな。ピッケルとかあるけど剣とかないから、もうピッケルで戦うしかないでしょ。ふっ、やめて、くんな。ふっ、オッケー、ナイス。行くぜ、この洞窟。あー、ゾンビ、ま、やめて、僕、大、もう。ここは、結構大きそうな洞窟だね。ナイス。おい、お、廃校、なし、一瞬死にかけたけど、廃校ゲット。危ない、今の。だって、廃校でね、なんか、宝とかあったらいいんですけど、いやー、モンスターとは戦いたがありません、僕。お、見えてなかった、見えてなかった。ハロー、来い。いいもの、来い。いや、クソすぎ、いらねえ、まったく。オッケー。いや、これもクソすぎ。いいもの来い、お願いします。この廃校のチストクソじゃね。待って、僕頭悪いんですか。僕ダイヤ持ってるやん。ダイヤ持ってるならさ、もう、はい、あー、ダイヤ券ゲット、やった。ちょっと待って、食料のために地上来たんですけど、これでナイス。これで一生食料に困んねえ。これで一生絶対に食料に困んねえ。豚たち、僕の食料になるがいい。わかったか。今、火属性の剣とか火打ち石がないから、焼いた肉にはなれないけど、焼けばいいんですよ。わかりましたか？僕は、マグマの溜まりが欲しいだけなんです。マグマの溜まりが心、あー、スケさんは嫌だ。あー、もうスケソーやめてくれ。一番僕、厄介なモブ、スケソーだと思うんですよ、本当に。Hello, everyone? Hello? お、マグマ溜まりゲット。マグマ溜まりゲット。ナイス。これで大きさ足りるかわからないけどやってみます。もう僕は最強アイテムいっぱい持ってるの。金とか無視。金無視でいいよ、ほんとに。確か、ポンポンポン、そしてポンポン。気をつけてやんないので、ここで失敗したらマグマ全然消える可能性もあるので。オッケー、消えなかった。ナイス。ネザーに行ってきまーす。皆様、行ってらっしゃい。イエス！お願いします。いいスポーンでやってください。いや、マジクソなスポンジ。おう！そうでもなかった。待って、あそこに行くのちょっと怖いんですけど、どうする？あそこに行っちゃう？もう。意外と、ピグリンと交換すればエンダーパールが結構手に入るかもしれないので、行ってきます。突入成功です。どうも皆さん。待って、一個怖いのがね、あの黒い洋服を着たピグリンたちがね、結構強いんですよ。それで知りたくない、僕は。いや、金あげる。オッケー、危ない。カモンボーイズ、エンダーパールをください。お願いしますよ、本当に。あ、やめて。金が欲しいです。金インゴット。あぶねえな。オーマイグッドネス。オーマイ。待って。皆さん、ここ危なすぎる。ちょっと一回帰ります。反対方向を探検します、僕は。やめて。痛い。僕は逃げます、やめてください。はっ、いや、怖すぎ、ほんと怖すぎ。はあ、じゃあ、あの建物と反対方向進みますか。あの建物怖いです、僕マジで苦手です、あの建物。ホグリンはやめてほしい。ホグリン3体はもうそれもっとやめてほしいんだけど。ああ、やめて、待って、要素発見したけど、ホグリング多すぎるから、ちょっとこの上に隠れます、僕は。
オッケー、要塞発見したぞみんな。さて要塞に向かって橋を作って、よし気をつけていきますよ皆さん。おいお前落ちるなよ。うん、気をつけるよ。おブレイズの音がするよ、ブレイズの音がするよ。ここら辺に、僕の真上にブレイズがいるな。ナイス。だけどお先にお宝いただきます。いらな、いらな。あ、もう一個、おお、ダイヤモンドをいただきます。おいおいおい待ってくれ、この要塞にブレイズスポナー一個もないとは言わせないぞ。あれブレイズスポナー、ブレイズスポナーだ。ナイス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 、かかってこいや、かかってこいや。やばい、おーやばい、あ、ま、結構やばい結構やばい、あ、なんか結構やばい、結構やばいです、結構やばいです。あぶの、カモン、ブレイズロッド落としなさい君。ナイス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 、ちょっと隠れて、ちょっと隠れて、ブレイズがもっと来るの待って。いいよ、お前お前お前何してんの。あ、当たったね。あ、おめでとうございます。めっちゃめっちゃミスってんじゃんお前。ほっ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 、カモン、ブレイズロッド、ナイスブレイズロッド。そして、あー、まあいいや、ブレイズロッド一応ゲットした、一応ゲットした。16個、まあ16個で足りるでしょう。よし、あとはエンダーパールだ。皆さんこれ結構順調に進んでない？いやでも結果が全てだよ。まあもちろん結果が全てです。エンダードラゴン行きましょう。僕は正直ね、ピグリンとかと交換するより青い森を探した方が効率的に集めれると思うんですよ。まあまあ一応理由は僕 1.16.5 で遊んでて、ピグリンの交換の確率がくっそ低いので。僕わかんないんですけどさ、青い森って結構レアなの？僕毎回このチャレンジするとき青い森を探してるんですけど、青い森ってレアなんですか？コメント欄で教えてください。僕あんま分からないので。あ、スケゾーやめて、スケゾーやめて。この場合は嫌いなところはスケゾーがいる、スケゾーがいるからちょっと嫌いなんだよ。まあでも矢を落としてくれるからありがたい。もう矢13本いいね。おー、行くぜー、最強ピッケルでー進んでいくのよー。青い森が見つかるまで僕は止まりません。皆さんもう本当にさ、青い森が見つかないんで。あー、エンダーマンが1匹。お前エンダーパール絶対に落とせよ、エンダーマン。お前信じてるからな、絶対にエンダーパール落とせよ。僕今エンダーパール 6個しかないからさ、もうちょっと必要なんだよ。わかりました、エンダーパールさん。わかりました、あ、エンダーパールじゃなくてエンダーマンさん、こっち来い。あー待って、あー怒った。そしてガストも僕狙ってるからちょっとやばい、やばいよやばいよやばいよやばい、ま、やばい、あーちょっとやばいちょっとやばい、こっち来んな。あ、かかってこいよお前。ブレイズじゃなくて、あ、ガストに狙われながらエンダーパール、あー手に入んなかったよマジで。もう毎回毎回、おおイエス、ネーザーの民が毎回毎回超長くなるって言おうとした瞬間、神様は僕の味方ですよ本当に。よーし、エンダーマンちゃんかかってこいや、全員かかってこいや、全員ぶちのめしてやるよ。エンダーマンお前大丈夫、エンダーマン大丈夫お前、エンダーマン、エンダーマン、エンダーマン、ダッサダッサエンダーマン。 Hello there、 いきますよ、ほっ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 、やめてやめて、切れないで、よし、落とさねえのかよ貴様、なんで落とさねえの、意味わかんねえ、ほっほっほっ、落とさねえの、僕呪われてんの、え待って僕呪われてんの。いやお前運が悪いだけ。ま、うん、え待って皆さん、僕今ね、下ネタですけど、うんこしてるんですよ。だけど今エンダーパール2つ増えたよ僕。ってことはもうずっと待って、僕ずっとこれでエンダーパール待つよ。こっちの方がなんか安全面白いし安全だからおーほらもう1個増えた。え待って、えこっちの方が全然、僕なんで旅したんで、あ運が良くて結構近かったのはいいけど、普通にこうやってやってればさ全部手に入ったじゃん。 Give me エンダーパール、えい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 、エンダーパール、えい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 、エンダーパール待ってどんぐらい、 Oh my god インベントリーが満タンだ。よっしゃ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 、ザマ見やがれ、タコマンポリポリ。いらないものはどんどん捨てていきましょう。これいらない、これいらない。TNT のが意外と使えそうなんだよね。だって皆さんご存知かわかんないですけど、一応僕、エンダードラゴン TNT で倒したことある男ですからね。その動画見たことある人は、高評価お願いします。はぁー！カモン !17 個目来いよ早く！待って、来ねえ。全く来ねえ。仕方ねえ。おい、君！戦いたいかい？僕は戦いたいぜ。僕は戦いたいぜ。はっ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 は。待ってね、僕さ、なんでダイヤの剣使ってんの？ネザーライトインゴットがあるんだよ。僕バカじゃん。僕バカじゃん。来い、ネザーライトの剣。
What? 待って、ぼ、え、待って待って、え、ま、僕本当に自分のことがバカだって思ってるんだけど今。ネザーライトってダイヤの剣とが合体す笑うんじゃねえぞ貴様ら。笑ったら切れるからな。ま、僕は必要なもの全部集まったんで帰ります。多分ね、帰る方法は分かって、青い森を通ってさっきのソウルサンドのところを通って赤い森を通って赤い森を出たら多分ネザーポータルが見えてくるはずです。 Hello my friend、 Hello my friend。 待って、ここ飛び降りちゃう。うわー、おい、生き残った。まあ、死んでても、トーテムがありますので大丈夫です。もうすぐエンドへ行けますよ、皆さん。これまさか僕がさっき言ってた、さっき言ったやつ？さっき言ったやつだよね、これ。ナイス。じゃあ、ここからもう僕は生き方わかりますよ。赤い森は多分通ってないと思うんですけど、僕めっちゃ遠回りしたやん。だってさ、僕が、ほら、僕の橋が見える。僕が行った赤い森あっちだよ。青い森あっちだよ。こうやって帰ればよかったのに、僕こうやって帰ってきた。あー、僕ほんとバカですね。よし、待って、あー、ピグリンがいっぱいいる、ピグリンがいっぱいいる。ちょっと待って、金防具来てないからちょっと、危ない危ない。あー、ちょっと今一瞬ションベンちびった、今一瞬ションベンちびった。だけどここは絶対僕が来たところだな。ナイス、よかった。確か僕はこっち方向から来た気がする。え、待ったよ、違う、こっちじゃねえの。まあいいや、最強ピッケルがあるんだ。僕は自分の道を作る、自分の道を、おお、ほほ、自分の道作れた。おっしゃ、ほらな、行ったろ。あ、やめてやめて、あ、ピグリンたちやめて、やめてください、やめてください、本当に。待って、ま、結構やばい、結構やばい。オーマイゴー、オーマイゴー、あー、怖い、怖っ。ピグリンたちは恐るべしですね、本当に。エンダーパール結構あるじゃん、僕。待って、届くかな。あ、よ、待って、エンダーパールの僕の実力。オーノー、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 やばい。まあ皆様、これが実力ってもんなんですよ。ネザーの旅無事終了です。さて、エンドに向かいますか。でもね、一個僕ちょっと不安なのが、僕矢が16本しかないんですよ。だからちょっとやべえな、おい。じゃあいらないものはパッパッパ全部捨てておいて、これもいらない、 TNT は持っていこう、水持っていこう、ダイヤはもう、あー、いらね、これもいらん、いらん、いらん。オッケー、エンドアイ作りました、皆さん。行くぞ。どっち方向でしょうか。こっち方向だ。行ってきます。でね、もちろんストロングホールドに向かいながら出くわす鳥、そして豚は倒します。食料と羽のためです。えい、よう鳥、お、ナイス鳥、ナイス鳥。君、僕に羽をくれるかい。羽くれんの。あ、君優しいね。あ、やべ、ドロップ、あれ、やべ。ありがとうございます。あ、肉はいらないです。ありがとう。さよなら。行ってきます。Hello there. ケンタッキーフライドチキンですか？ありがとうございます。僕は何食べようかな。ありがとうございます。もっといるかい？もっといるかい？もっといるよな、チキン。ふわ !Hello! ふわ !Hello! さあみんな、もう一回投げますよ。もう一回投げます。まだ。あー、でもちょっと角度が変わってきてる。ちょっと角度が変わって、あああ、悲しい。でもね、今回は絶対にあのエンダーアイ足りますよ。だって見て、ほら、あ、16個もあるし、絶対足りる。いつもね、おお、待って、は、嘘つけ。あ、お疲れ様です。あー、見つかってしまいました。やった。部屋の大きさでポータルルームがどれかちょっと判断できるんですよ。これではないな。あー、やばいやばいやばい。これかな、なんかこれっぽいんだけど、これっぽいんだけど、僕待って、行ってみます。合ってるか。あー、ちゃうやん、ちゃうやん、違うやん。あ、あ、あ、この下っぽいぞ、この下っぽい。あ、なんかありそう、なんかありそうです、皆さん。こっちか。 Hello。 あ、あ、あ、あったー、ナイス、ジジー、ハロー。あ、シルバーフィッシュちゃん、あ、あ、あ、どうも、あ、あ、あ、お疲れ様です、やった。よし、みんな、いけるぞ。ほー、さあ、忘れる前にもちろんスポーン地点も設定して、まあ一応ね、僕は不死のトーテム2つありますけど、僕は何回も死ぬ男ですから、皆さん分かってる通り。そんじゃ皆さん、行ってきます。ほっ、おー、いやー、どうもどうも、エンダードラゴンちゃんいるねー、はははー。よし、勝つ時が来た。クリスタルを一発、一個ずつ、一個ずつ丁寧にぶっ壊していきましょう。お、今回のなんかタワー全部、あー、なんで切れてんの、お前。なんでみんな切れてんの。待って、なんでみんな切れてんの、なんでみんな切れてんの、なんでみんな切れてんの、なんでこいつら切れてんの、なんでこいつら切れてんの。オッケー、危な。え、僕、金リンゴ28個あるから、もう食っときます。常に金リンゴ食っときます。
お前、お前のお父さんと戦わせろ。分かったか？オッケー、いいよ。はい、いいよ。ほっ、ナイス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 、順調順調。待って、エンダーマンを見ずに、エンダーマンを見ないようにしていきます。よっ、ナイス。ほら、うまいでしょ。僕舐めるんじゃねえぞ、このこの変な変な顔を。一発での一発での一発で、やったー、一発だった、一発でゲット。かかってこいや、貴様。ダメだ、もうちょっと上、ここだ。よっしゃ、全部壊しました皆さん。あとはエンダードラゴンをぶっ倒すだけです。ごめんね、お父さんを倒しに来た、お父さんを倒しに来たの僕、お前ら倒しに来たわけじゃない。お前らも、皆様、エンダーマンがムカつく人はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まったくだぜ。お前、頭を僕にください、頭を僕にください、頭を僕にください。あ、これ楽勝だわ。あ、ぜさてと、ドラゴンを やめてね、本当に今回さ、なぜかわかんないけど、今まで一番エンダーマンにキレられてるんだけど、僕なんか悪いことした？何もしてないと思うんだけど。あ、もうここにいんの？はいはい、あ、やったやった。周りが火だとちょっと邪魔になるので。はぁ、やばい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 、あっぶねえよお前、あっぶねえよお前。まあもちろん死んだとしても不死のトーテムがあるので大丈夫だけど、怖かった。これをこのまま待って、ダメージ食らっちゃう、ダメージ食らっちゃう。やばい、結構やばい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 、あっぶの、あっぶの。皆様、僕が考えてること分かりますか？これなら倒せるだろ、みんな。これ どんぐらいで倒せるのか、どんぐらい必要なのか分かんねえけど、これぐらいなら倒せるはず。そしてこれをこうやってつなげていって、あー見てください、あ、いきますよ、来い。見届けて、待って、ここで死ぬかも。見届けてください、見届けてください、いけ。 Yeah, oh yeah。 待ってエンダーマンやめて。ジジー、お父さん死んだんだぞ、戦う意味ねえだろお前。オッケー、皆様、エンダードラゴン倒せました。ほっ、オッケー、皆様今回も見てくれてありがとうございました。今回は下ネタなんですけど、うんこが最強アイテムやってみたんですけど、もし面白かったらぜひチャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いします。そして次はどうやってエンダードラゴン倒してほしいですか、コメント欄でリクエストよろしくお願いします。それではまた次回、321アディオス。